行こう。ったく、ジメジメした場所だぜ。さっさと違うとこ行こうぜ。これって素材だよな。えい、てやん、てやん。液体ってのは厄介だよな。重いし、こぼれるし、頭痛くなるぜ。一度体に受けたことがある。地獄のような一夜だ。そうね、ザクッと。そうね、これでいいのか。せーの。え、これを使おう。あ、弱点っぽいの見つけたかも。私にやらせて。ここです。当たると後悔するぜ。守ってみせる。オーラが弱っています。チャンスです。これでバッチリだよ。外さねえよ。やあ、仕方ないですね。当たれ。ディーボルトさん、指示をお願いします。終わりだ。
に向かいますか？どこに向かいますか？よし！どれを作りましょう？材料にしましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まず まず取り掛かりましょう。はあ、順調ですが、勝負はここから。いい調子です。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。ここにしましょう。素晴らしい。素晴らしい。釜は海、素材は地。これは期待できそうですね。行くぞ、クラフター。助かります。予想以上の反応です。これで特性はどれにしましょう。これでいいですか？では仕上げましょう。完成です。また腕が上がりました。レシピを習得しました。これが魔物の餌のレシピか。なんていうかすごそうだね。レシピを作っておいて言うのもどうかと思いますが、あまり作りたいと思える代物ではありませんね。なんかある意味ですごい感じになりそうだもんね。はい、とはいえレシピを作ったものとして私が最後まで作ります。わかった、お願いするね、プラフタ。どれを作りましょう。材料を選びましょう。さて、どこから取り掛かりますか？ふむ、理論的に考えた場合、まず、ふむ、理論的に考えた場合、まず、理論的に考えた場合、まず
ふむ。理論的に考えた場合、まず素晴らしい、ここにしましょう。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。行くぞクラフター。続きます。錬金術の神王、いつか必ず。釜は海、素材は地。ソフィー、少々相談なのですが、ここにしましょう。ここにしましょう。これは期待できそうですね。釜は海、素材は地。もう十分ですね。このような形で最後まで気を抜かずに完成です。素晴らしい道具ができました。なんかすごい独特の匂いが。一体何を作ったの？魔物の餌ですよ。匂いが強烈なのは魔物をおびき寄せるためです。それなりに強くしないと離れてる魔物のところまで匂いが届かないと思って。生肉と枯れ草、それにおでえが混ざったような匂い、魔物が好みそうではあるな。たまにいるからな、すっげえ口のくせえ魔物って。なんであれ、これ以上ここで話してたら匂いがアトリエに染みついちゃいます。早く魔物のところに持っていきましょう。Thank you.